皆さんすいません、お仕事の途中すいません。今日からあの試合場選手になりましたあの石岡君です。ご挨拶すいません。おはようございます。本日より試合が登録されました石岡亮太です。チームのために精一杯頑張ります。よろしくお願いいたします。育成2年間ずっとやってきて、まあ、ようやくそのみんなと同じスタートラインに立ててよかったなっていうのは思います。練習中に代表に呼ばれて、まあ、試合が登録するということで言っていただいてすごく嬉しかったです。ちょっとなんかそわそわってる。そうです、すごい緊張してます。失礼します。おはようございます。まさかの00番。おい、やめてもらったと思ったほど、まずは取り上がったわ、ついに。おい。頑張ってください。頑張って。ついに前田輝が00来たわ。ゼロってなかなか多分いない、まあ、ドラゴンズでもずっといなかったん で前回はエルナンデスがつけてたんで、まあそのまあ、外人選手のなんですかスケート選手並みに活躍できればいいなと思います。どうぞ。僕の1年目 の, あのキャンプの部屋長なんですよ。あ、なるほど。あ、一緒だ。僕の1年目が2年目、1年目で磯岡さんが2年目の時の僕が最初 の, へあのキャンプの部屋長でした。はい、おめでとうございます。00すごい。ようやくあのみんなと同じスタートラインに立てたなという気持ちです。
すごい不安な気持ちはあったんですけども、まあ、ファームでもすごいずっと成績を残すことができていたので、継続してずっと続けていけば試合が遠くなれるかなと思いました。長打力をアピールしているかと思うんですが、そのあたりはどうでしょう。そしてやっぱオフシーズンからしっかり体を作って、まあ、怪我をしないことが前提だったんですけども、まあ、昨年1年間、まあ、怪我せずにできたので、今年はもうしっかり体を作って、まあ、チームに足りない部分だと思っていたので、まあ、長打力っていうのをすごいアピールしていきたいなと思っています。試合化登録されたんですけども、やっぱ崖っぷちなのも変わらないので、まあ、1試合1試合、まあ、1打席1打席、まあ、大事になってくると思うので、まあ、そこをしっかりアピールしていければなと思います。ご自身でのプレースタイルにこだわりはありますか？そうですね、やっぱワンプラブで全力プレーっていうのはすごい目標にしています。そして目標とする選手像、こういう選手みたいになりたいという目標の選手はいらっしゃいますでしょうか？そうですね、今やっぱりメジャーで活躍されている大谷選手っていうのはやっぱりバッティングはすごいいいバッティングをされているので、やっぱそこを目指してやっていきたいなと思います。石岡選手を支配下登録をした決め手はどのあたりでしょうか？まず力が本当についたな、これ全ての部分で、今年一番それを感じたところですね。まあ、昨年も試合下にできるんじゃないかというところまで行った選手ですから、まあ、私が就任してまずちょっと怪我が多かったもんな、はい、ね、で丈夫な体を作ろうと、そういう意味では2軍のスタッフに本当に感謝をしています。で、まあ、彼らのおかげで、まあ、本人も頑張りましたけども、体も本当にね、ごつくというか、大きくなって、まあ、こういったところで怪我をしない体作りで、練習は本当に真面目に一生懸命やるんですけども、やりすぎて怪我をしてしまうというところがあったので、まず練習ができる体をしっかり作ろうと、それを本人が克服したというのが、ね、最大の理由だと思います。日々石岡の成長記録じゃないですけどね、三村二軍監督も含めて石岡の名前よく出てましたし、まあ、我々もなんとか今年中に試合が選手にしたいという思いがあったので、まあ、石岡本人がねその期待に応えてくれたと思っています。本人も話してましたけども、長打力、そして足も意外と速いので、意外とって言ったら失礼です、速いので、まあ、そういう部分でもアピールしてもらいたいですし、まあ、機動力というのはまた特に今年掲げている目標でもありますので、そういったところを思い切ってグラウンドで発揮してもらいたいと、まあ、全てが白紙状態の中からね数字がついていくので、全ていいことではないと思うんですけど、試合に出てもらえるようになってほしいと思います。それでは隣にいらっしゃる石岡選手、監督から激励のメッセージを一言お願いします。とにかくやりたくてもできない悔しい日々がねあったと思うので、もう思い切って野球ができると、まあ、そういう部分で我々と一緒にね毎日顔を合わせられるようにしたいな。はい、ね、はい、はい、僕自身本当は話すの苦手なんで、緊張して何喋ったかあんま覚えてないです。あ、そうだったですね。はい。全然なんかそんな感じも。いや、本当に緊張して上がってしまうんで覚えてないです。でももう一通りこれで緊張の場面が終わりましたね。そうですね。あとはもう本当に今から練習なんで、しっかりやっていきたいなと思います。ありがとうございます。
かなとしたら、でも繋がってたら。イースチャンメンイースチャンメンはい、終えてどうですか。そうですね、もう1日1軍 の, その練習の雰囲気であったりとかそういうのをやっぱ経験できたんで良かったと思います。
でも最初やっぱ勝手が分かんなかったのですごい緊張しましたけども、やっぱりいつもと変わらない、やっぱりやることは変わらないので、はい、やっぱしっかり練習できてよかったなと思います。今日という日を迎えて、はい、改めてこの2年間手術してからというところでは、はい、どういう日々でした？そうですね、すごくやっぱり育成っていう立場でも辛かったですし、やっぱり育成だとやっぱ一軍には出られないので表舞台に立てないので、やっぱすごい苦しかったですね。でもその今育成の期間があったからこそ、その今の自分があると思うので、今ここからやっぱり今スタートラインに立ったところなので、これからどんどんチームのために活躍できるように頑張りたいなと思います。そのまま来たらやっぱりその毎日野球できることのありがたみというか、そういうのも絶対忘れてたと思いますし、やっぱり育成というか一番下のどん底のやっぱり経験ができたか、できたので、やっぱ他の選手にはできない経験だと思うので、やっぱそういう経験も生かしていけると思います。いつも応援してくださってありがとうございます。今日、育成から試合化登録されることになりました。今後一軍でしっかり活躍できるように、これから精進していきたいと思いますので、これからも変わらず、叱咤激励でよろしくお願いいたします。 SNS とかでもやっぱダイレクトメールで送ってくださったりとかしてて、やっぱそういうのをずっと僕も確認させていただいてて、やっぱそういうのってやっぱりすごい力になりましたし、やっぱこれからも変わらず応援していただきたいなっていうふうには思っています。お疲れ様でした。